これから本格化する夏の暑さから新潟の米を守るための対策会議が開かれました。県は農家に対して稲の生育状況の調査回数を増やすよう呼びかけていくことなどを確認しました。今日新潟市で開かれたのは新潟米生産対策会議です。気象庁や JA の職員、暑さに強い米の研究を行う新潟大学の山崎正則教授などが集まり、これから本格化する夏の暑さから新潟の米を守るための対策が話し合われました。こちらは去年新潟県で収穫された米の一等米比率の割合です。おととしや平年に比べて大幅に下がるという結果になりました。今年も厳しい暑さが予想される中行われた今日の会議、県は農家が行う稲の生育状況の調査を通常2回のところ3回に、そして必要に応じて肥料を与える回数も増やしてほしいとしています。これから稲の生育にとって非常に生育管理にとって非常に大事な時期になります。夏の暑さを乗り越えられるような稲に育てていって、なんとか品質を回復させたい。猛暑から米を守るために県は今後も農家と連携を取りながら米の品質維持に努めたいとしています。